南中との同時展開が功を奏し、長安の急襲は成功。またこの時、蚩尤に富む魏将姜維を下し仲間に加えた。一方、南中の平定も無事達成。葬儀攻略の体制は盤石となった。ならば今こそ一騎加勢に葬儀の本拠たる巨匠を目指す。蜀軍は勢いを借り、長安からかつての都洛陽へと進軍した。洛陽は魏にとって西方からの侵攻を防ぐ要衝となる地。魏軍の堅守が予想されたが、蜀軍はさして抵抗を受けず進む。これも長安奇襲の効果と息上がる蜀の将兵たち。しかし魏軍を知る姜維はこの状況に不審なものを感じていた。不気味な静けさが包む旧都洛陽で蜀軍を待つものは何か。策謀の匂いの中を長鋒、漢口、馬体、姜維が駆ける。昔は都だったよね。董卓に焼かれて今また戦場に。そう考えると悲しいとこだね。さっさと勝って先に進もうよ。洛陽の先はすぐ巨所。魏にとってはここが最後の防衛線。この先やすやすとは進めまい。だが何があろうとも私が道を切り開く。こうもあっさり洛陽に入れるとは。長鋒殿、何か嫌な感じがしませんか。さあな。ま、罠くらいあるだろうさ。けどお前の指揮がありゃ大丈夫だろ。しかし先の戦まで私は魏の将でした。その私に指揮を任せるなど一体。試してんだよ、お前の才と人間をな。変な真似すりゃ皇族の本体がお前を撃つなんてな。冗談だよ。お前が敵の内情に一番詳しい、そんだけだ。宝刀殿も上昇もお前を高く買ってる。あの人たちをがっかりさせないでくれよな。長鋒殿、ありがとうございます。わかりました。必ずや期待に応えましょう。ああ、それより殿はやめてくれ。長鋒でいい、姜維。ああ、わかった。長鋒では始めよう。魏軍の陣容は概ね把握しています。本体の到着まで私の指示に従ってください。蜀軍だ、かなうわけで逃げろ。敵は我らの勢いに圧倒されている。逃がさず討ち取るぞ。おかしい、守りが薄すぎる。まだだ。洛陽の守りはこの程度ではないはずだ。ちょっとこっちの勢いにおじけついたんだよ。このまま一気に制圧しちゃおうか。ちょうどいい、我が知略を舐めさせてもらおうか。今だ、道路を閉じよう。職人を分断するのだ。城外に大量の敵が。味方が一斉攻撃に遭っているようです。軍を城外に伏しておいたのか。ひとまず矢を避けられる位置まで移動せよ。そこか。
安全な場所などどこにもない。それが戦というものだ。まだだ。城内の指揮を取っているのは勝って核を撃破し脱出するぞ。こんなものまで用意していると、一刻も早くここから抜け出さなくては。やる。おかずか。保守とは愚か者め。我が機関なら真っ先に処罰対象よ。まだだ。はや、ここまでか。さあ、来やがれ。お前なんざひとひねりだ。失った。さすがにまずいな。敵の追撃、私が食い止める。皆は早く奥へ。バカ言うな、カント。お前だけ残していけるかよ。いや、ここはカントに任せよう。無理はするな。必ず場外で合流しよう。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。ここから先は誰も通さない。いざ、関暗国、参る。お前はすでに私の術中よ。止めなくて。しなくていたぞ。敵はあそこだ。皆一斉にかかれ。敵の新手が来たならこちらから向かい叩くまで。万光殿ならきっと大丈夫だよ。こっちはこっちでやるのやらなきゃね。まだだ。歓喜の人、それを無謀というのだ。これ以上は持たぬか。ギギ、サムエアイコーズ。守らない。
ないのだ。救出し、宗妃を倒すぞ。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。これ以上は持たぬか。ここに敵は来ないって聞いてたんだが、まあ、撃ちちゃったら戦うしかないよな。市場ってんだ。まっ、忘れてくれて構わないぞ。
同じように。どうだか、悪くない響きだな、担当。ああ、兄が増えるのも悪くない。そなたの働き、宇宙随一よ。そう、お前が相手だ。この私に、よもや勝つ気ではあるまい。心たちを胸に、いざ運命を受け入れる。ここで引かねば、ゴングの仲間入りとなる。さすがですね、頼りがいがあるって感じです。これはカブンか。ここであったらあんたの、うん、衆たちの核も存外だらしない。やむを得ん、この総士官が相手をしてやる。今の私は諸君の大使を支えるに、闘技の波動をうじかせてもらう。やる。私に挑む。よかろう、かかってくるがいい。私が可愛いのに。投げましょう。私が遅れを取るとはな。この借り、巨匠にて返させてもらうぞ。やったぞ、この戦私たちの勝利だ。ままならぬものよ。敵将討ち取ったり。決戦だね。この天下に神の世を築くため、乱世を終えよう。私たちの手で。若い奴らを眺めるってのも悪くねえもんだな。世代をつなぎ、育て、託す、それこそが人の世のあるべき姿。願わくは戦のないよう託したかったが。それも目前だ。曹操を倒せば戦乱の時代は終わる。天下に生まれ来る全ての子らに穏やかな世を見せてやろう。